皆さんこんにちは、廃棄イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く廃棄イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介などをしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、とうとう新年になりました。皆さんも本当に明けましておめでとうございます。今年もですね、いろいろな動画をアップしていく予定ですので、ぜひ見ていただければ幸いです。さあ、新年の一発目、今回の動画はですね、新年から始めるイラストの勉強におすすめの本2000をやっていきたいと思います。ぜひ最後まで見てですね、まあ、学生でしたら冬休みですね、冬休みの間にですね、だったりこうお年玉もらったお年玉をね使って、まあ、イラストのステップアップの本をですね、まあ、買ってみるのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後まで見て参考にしていただければと思います。それではやっていきましょう。まず一冊目はですね、漫画のための人物デザイン、人を描くのって楽しいねという本になります。こちらですね、かなりちょっとね古めの本にはなるんですが、昔からですねウェブでこの人を描く方法について解説されているウェブサイトがありまして、そのウェブサイトがですね本になったものになります。で、おすすめのポイントとしてはですね、難しさを感じない教科書だと思っていただければと思います。僕自身キャラクター、まあ人物のリアルながっつりしたのは書かないんですけど、たまにこう背景の中にキャラクターをポイって置いたりですね、こう人物を物差しで使ったりする場合にやっぱりキャラクターっていうのをある程度書ける方がいいなと思って、昔ですねやっぱりキャラクターを勉強してた時があって、その時の一番最初にそこの人を書くのって楽しいねっていうサイトに出会ったんですね。それですごいすごいわかりやすかったんですよ。なのでこれからですねイラストを描き始めたい、新年なんでね新しいことをしたいっていうイラストを描き始める、まあ、キャラクターですね、キャラクターを描いてみたいって人におすすめの一冊目の本ですね、書いてますね。キャラクターを描き始める最初の一冊におすすめの練習しやすい本になっております。ではどういう内容かっていうとですね、準備からまずウォーミングアップですね、落書きしましょうとか、もうすごいですね、難しい理屈っていうよりはもう感覚で見やすく分かりやすい、本当に初心者に寄り添ったような本となっております。なので理論がどうのとかね、そういう知識的なところをがっつりつけたいってわけじゃなくて、本当に最初キャラクター書いたことないなとか、そういう人に本当におすすめになります。ここに書いてますが、こういうねペラペラくんとかハート書きとかね、非常に分かりやすい書き方が載ってます。こういうもうねこの四角で書いてみたらいいんじゃないのっていうね最初載ってますので、まあ、これだったらね、なんかこう、キャラクター、まだ描けそうじゃないですか、最初。ね。で、ここからステップアップして、こういうハート書きとかね、そういうちょっと特徴的な描き方が載ってるんですね。それでいろいろ説明してもらって、で、最終的に、まあ、肉付きがね、あるキャラクターを描いていくようなステップアップの方法となっておりますので、まあ、かなりですね、まあ、とっつきやすいのかなっていうのが、特徴となっております。まあ、他にもですね、なんかこう正面の絵が大事だよとか、人体のパーツの長さをね、覚えましょうとかね、あとゴム板くん、このペラペラくんが次進化したね、ゴム板くんとかね、そんな感じで本当に、なんて言うんでしょう、非常にわかりやすく、ね、解説してくれていますので、ぜひね、この辺、こう、キャラクター描いたことない人は見てもらいたいな、というところです。そしてですね、こういう全体のバランスだけじゃなくて、各パーツごとの描き方ももちろんあります。頭だったり、頭の中の目の描き方とかね、唇とか、そういうのもあったりとか、まあ、鼻とかね、あとは手とかね、足、で肩、どういう感じでね、ついても、肩って難しいですよね。なんかこう、近くにこうやってね、つけるだけだと、ちょっとね、うまく肩が動かないんだけど、まあ、こうしたら肩が簡単だよ、みたいな形で、非常にわかりやすく、この辺もね、理論抜き、で、もう、とっつきやすいような感じで、わかりやすく書いておりますので、おすすめになります。あと、いろいろなポーズとかね、男性、女性など、幅広い、本当にね、幅広い、いろんなものを書けるようになるんじゃないかなと思います。で、そういういろんな解説があって、しかも難しくない。これ特徴ですね。これ本当に重要だと思います。イラストを最初に始めようっていう場合はですね、難しい本だとやっぱりちょっとね、これちょっと難しいなとかね、なんかアナトミーとかそういう解剖学とかね、から入ってしまうと、なんかね、小難しいんですよ。言ってしまうと。なので、それはですね、これの後にそういうのを見る方がいいかなと思います。なので、これで一番最初に、もうキャラクター、まあ、落書き、もうそのね、手を動かす方法とか、まあ、こういう感じでキャラクターの形をね、取ればいいのかっていうのね、まずこれで、まあ、手を慣れさせて、まあ、キャラクターの形をなんとなく描けるようになって、それからですね、さらに、まあ、ステップアップしたいなという方法、例えばキャラクター、もっと可愛いキャラクターを描きたいんだったら、そういうキャラクターの説明がある本に行ったり、リアルなキャラクターを描きたいんだったら、そういう解剖学とかですね、そういう本にステップアップしていくような形で、派生していくのがいいのかなと思いますので、ぜひですね、
これからもう新年新しくですね、キャラクターのイラストを、まあ、イラスト描きたい、始めたいって方に本当におすすめの一冊となっておりますので、ぜひ興味がある方は手に取ってご覧ください。というわけで一冊目は漫画のための人物デッサン、人を描くのって楽しいねでした。それでは二冊目に行きます。はい、それではですね、二冊目は、パースにより絵作りの秘訣のボリューム1と、まあ、2もね、あるので、1、2になります。これもね、かなりイラストを描く上で重要な情報が載っている本になりますので、かなりのおすすめの本となります。実際にどういう形なのかっていうのを説明していくんですが、おすすめポイントですね、絵作り、まあ、タイトルにねあるように絵作りですね、要は絵をかっこよく仕上げる、まあ、簡単に言うと絵をかっこよく仕上げるために必要なパースの知識を学ぶことができます。1点2点3点通しを使って描くイラストの解説ですね。例えば1点通しで、まあ、こういう見せ方にするとこういうイメージになるよとか、で、こういう構図で描くときはこういうパースを引けばいいよとかですね。という形のですね、なんだろう、一枚のイラスト、特に映画的な感じだと思ってください。海外のね、本なんで、映画的なこの空間の見せ方とかですね、そういうのをかっこいい絵作りでバシッて決めたいときに、あ、こうやってパースを使ってるんだとか、こういうパースを使えばこういうイメージなんだっていうのが伝わる、わかりやすいようなですね、内容となっております。構図のポイントが本当にですね、ありがたい。もう本当にありがたいです。あ、これってちょっと、ね、映画のこの画角だなとか、そういうのがね、あったりしますので、まあ、特にそういう海外の一枚のイラストのバシッとかっこいい決まったね、まあ、構図の作り方、気になっている方とかはおすすめになります。で、二つ目が効果的なパースの使用法を学ぶことができます。これ基本的にやっぱりパースによる絵作りの秘訣なので、パースのですね、少しこうちょっと難しいというか、使い方もね、載っております。まあ、画面の見え方ですね。要は、人の目の中に映るパース、まあ、角度なんですけど、そういうのの説明だったりとか、あとそこの画面に見える時の、まあ、パースの位置ですね。例えば、上を見てる時に上の画面が見てるんだけど、パースは下の方にあるよとかね。まあ、そういうパースの位置と画面の見え方とか、角度とかですね。あと曲線のパースから、なんかこう、橋のね、ぐにゃっとした曲線の円とかじゃなくてですね。そういう曲線の描き方だったり、あとはレンズの知識とかですね。そういう絵作りに必要なですね、パースに関する知識っていうのがたくさんありますので、こう効果的にですね、パースをなんとなく、まあ、一番最初にパースをね、その1点通し、2点通し、3点通し、僕の動画でもやってますけど、基本的なところをやると思うんですが、そこからステップアップした先の方になりますね。なので、注意というか、まあ、この本をですね、買う場合はですね、絵作りに重要な知識を学べるっていうのは非常にあるんですが、ただ少し、難しい部分っていうのもあります。ちょっとですね、こう、パースの中でも、見え方とかですね、作り方がちょっとね、難しかったりするのがあったりするので、まず、一番最初の一冊というわけではなくですね、この場合は、一個前の人を描くのって楽しいねの方はですね、一冊目におすすめだったんですが、このパースにより絵作りの秘訣はですね、一冊目ではなくて、パースを学んだ後におすすめの本となります。パースを学んで、そのパースをどういうふうに活かしてですね、絵作りをしていけばいいのかとか、このパース分かったけど、これをどう、さらに効果的に使うにはどうしたらいいのかっていうのが分かりやすく解説している本になりますので、パースを学んだ後にぜひ見てもらいたい本となります。僕の動画でですね、過去に1点通し、2点通し、3点通しやってますので、それ見てからでもいいかなと思います。あとですね、ボリューム1はもちろん、これに基本と環境って本なんですが、ボリューム2もあります。影、人物、構図ってやつですね。で、これもですね、非常に勉強になります。で、これ、ボリューム2は何がいいのかっていうと、影のですね、効果的な使い方とパースの解説があるんですね。影がどういう風にパースで、と関係があるのかとかね、そういうパースのついた影の落とし方とか、まあ、そういう影についてのパースの解説が載っております。やはりイラストっていうのはですね、まあ、人間の目に入るものって光と影で、ね、構成されていますので、まあ、影っていうのはね、本当に無視できない要素の一つとなります。なので、イラストを描くときに、ぜひですね、影っていうのをうまく使わないといけないっていうときに必要な本となってきますね。あとはパースのついたキャラクターとか、まあ、ちょっとスーパーアングルとかね、そういうのようなパースのついたキャラクターの描き方もありますし、キャラクタープラス影ですね、やっぱり。キャラクターにどういう風に影を落としたらどういうイメージになるのかとか、そういうようなですね、説明がありますので、よりクオリティアップにつながる知識がたくさん載っている本となります。なので、さっきのね、一冊目の人を描くのが楽しいので、キャラクターをがっつり描けるようになって、パースもね、勉強した後にですね、この本1、2を読むとですね、パースを使ったバッチリのね、構図のポイントのかっこいいイラストを描くヒントを得られて、さらにキャラクターに影をかっこよく落とす方法もですね、勉強することができますので、まあ、1枚のイラストを描くときにこの1、2があるとですね、非常にかっこいいイラストを仕上げるヒントになるのかなと
思いますので、なんか1枚イラストかっこよく仕上げたいって方はですね、このパースによる絵作りの秘訣ぜひ見てみてください。で、特にですね、その海外のイラストっぽい感じ、なんて言うんだろう、アメコミのような感じとかですね、ああいう影のがっつりした落とし方とかが好きな方は特におすすめになりますので、ぜひ参考にしてみてください。というわけで、今回は新年一発目の動画ということで、まあ、今年からイラストを始めたいな、さらにステップアップしたいなという方におすすめの本2000になりました。特にキャラクターをとかイラストを今年から始めたいな、新しく始めたいなって人に、本当にこの人を描くの楽しいねはおすすめになっておりますので、ぜひ見ていただければと思います。で、こっちのパースによる絵作りの秘訣もですね、ステップアップにきっとですね役立つ知識内容になっていると思いますので、ぜひ見てもらえればと思います。今回の動画が良かったり参考になっている方は、ぜひチャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。また通知のボタンを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。イラストの販売等もしておりますので、概要欄からご覧ください。メンバーシップも募集しておりますので、概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハイキーイラストレーターのアリでした。さようなら。